ケ君夢の国に行きました。ありましたね。あ、次の日コンディションがめちゃくちゃ悪かった。いや、そう、ほとんど NG ばっかりだったっていう。疲れが顔に出るんだなっていうのは思いましたね。撮影中結構9日ぐらいで撮ったんでしたっけ。すごい短い期間で、うん、割と朝から晩まで撮ってるスケジュールだったんですけど、うん、午前で撮影が終わった日があって、うん、その日健介君夢の国に行きました。ありましたね。あ、行きました。すごくない？ありま、で SNS にもちょっと書いて、そうそうそう、あの次の日コンディションがめちゃくちゃ悪かった。いや、そう、なんか言わなきゃよかったなと思ってみんなに。そうそうそう、その午前中で終わってちょうど午前中本当その日に、うん、そうそうそう、後輩たちからその今ディズニーいるんですけどみたいな、うん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 、で3人なんで、あのグスの方が乗り物楽しんでどうですかみたいな。そんな理由？そう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 。で呼ばれて、でも午前、奇跡的にね午前中で終わる、うん、そう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 、水族館か、水族館、雨の水族、雨降ってる品川水族館のシーンで。そうそう、だからでも次の日のセリフはあんま覚えてなかったんで、あの並んでる時間に覚えてディズニー、あ、すごいよ、夢の国で、夢の国でね、はい、セリフ覚えて、ああいう時間っていいですね。だから初めてその待ち時間っていうものが僕にとって必要なんだなって。だいたいああいうのってファストファストとかできるだけこう、そうですよね、時短でね、課金して、うん、はい、うん、っていうのがあったんですけど、すっごい並んでよかったなって思いましたね、うんうん、でもあの普段ほとんど NG ないんですよ。です、ね、ない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 、高橋さんは、うんうんうん、あの次の日が大学のシーンで、はい、もうほとんど NG ばっかりだったっていう。でカメラマンの人がちょっとあのもう顔のコンディション悪すぎですよみたいな感じで。やっぱ疲れてたんだな。言ってましたね。いや、でも意外でしたね、うん、僕も疲れが顔に出るんだなっていうのは思いましたね。結構なスケジュールでやってたんで、本当に全然いけると思いましたからね。だいたいね、あのネズミに会えば元気に出ると思ってたんで。いい方、うん、でも絶対ダメでしたね。夢のネズミね、いいですよね。映画の中で食べたご飯で一番美味しかったものを教えてください。これですね。でこれはさすがにでも質問の答えを考えてこなかったんですか？いやいやいや、絶対聞かれるやつありますありますよ。絶対聞かれるやつです。でもこうをつけがたいですよね、どれも美味しくて。迷う、うん、でもナポリタン、僕はナポリタン。なんかこうあのエピソード的にも春がリクエストしてくれたってのもすごいあるし、ちゃんと甘いですよ、あのナポリタン。すっごい美味しかったですね。大量に現場で作ってもらってて、うん、あれすごい好きだったな、ナポリタン。いやでも僕本当にね、秋晴れで思ったのは、うん、人が作った飯が一番うめえなって。でもえそのね、やっぱりその僕結構もう後輩とか先輩とかと外食が多いんですよ、うん、夜ご飯とか、うんうんうん、確かに。で一人でも例えばこうチェーン店とかでも済ませること多いんですけど、うん、人が作った飯ってうめえっていうのは思うんで。愛情とかもねありますからね。そうそうそう、だから基本的に何でも美味しかったですよ、うん、本当に一つとしてこう美味しくないものがなかったんで、うんうんうん、だから本当に全部で1個に絞るな、うん、1個お肉、すき焼きは。いやでもほら、すき焼きとかカレーとかって基本的に多分皆さんも美味しいっていう想像がつくと思うんですよ。でも実はタコライスが、あ、タコライス、あ、タコライスってこんなうめえんだっていうのは、そのギャップで言うと、確かに僕日常で生きてて、うん、あ、タコライス食べたいなって思ったことないんですけど、まあね、結構ね多分そんなにないと思うんですよ、うんうんうん、まずじゃあね、皆さんじゃあ例えばデートでもご家族で食べるときでも、ね、いいんですけど、何食べたいって聞かれたとき、うん、人間大体寿司か肉しか言わないんですよ、うん、肉か寿司か、うん、でちょっとまあ背伸びしたやつがイタリアンとか言うと思うんですけど、うん、イタリアン、タコライスっていうやついないんで。確かにね、だからタコライス、うん、びっくりしますからね、うんうん、僕はメキシカンみたいになりますもんね。そうそう、だから美味しかったですね、うん、美味しかったあれ、うん、時間帯もちょうど良かったですね。時間帯も良かった、本当お昼ぐらいで、本当に毎日現場に行くのが楽しみでしたね、うんうん、ご飯食べれるし、美味しかったんですよ本当に。普通だってああいう撮影の時って、まあ本当のこと言うと本番だけ食べてあんま食べないじゃないですか、うん、そうですね、2人はもう本当いつも食ってましたね、いつも本当に。そうそうそう、綺麗に、ほんなんかよくやるじゃないですか、なんだろう、スタッフが綺麗にいただきました、食べました、はいはいはい、俺全然食べてないぞ本当に。本人たちがね、ないないですもん、うん、本当に僕ら結構ね、そのためにその昼ご飯とか抜いてたんですよ僕ら。